大元とは山陽と著陽から遥か北、群馬は奥だ、しっかり休ませろ、長旅ご苦労、隙間を作るな、今日中に二段は南壁を高くするぞ。将軍から報告です。将軍から、国を宣言してしまったと。はあ、さっさとトゲだらけだ。トゲが刺さり続け、どの口が言ってんだよお前。他人のせいにするな。だがそなたが望むなら、その…笑わすな。何を今更。僧正王にそなたを献上した時も、舞台でそなたを見て花を贈ったあの時から、まことに我が心を奪った女は我がビキよ。さらばだ。リョウ、なんなんだあいつは。来てはたとえこれからさらにそなたに恨まれることになろうともな。そして王本のやつは一気に、よっしゃ、ついに五千人将だ。ついに進化五千人将天殿。真のアホはともかく王本も五千人将止まりだったな。納得いかねえって面だが、そこは上の判断だ。貴様はのんきに喜んでいればいい。9年、いよいよ聖の加冠の儀が執り行われる年である。呂不韋様、事を起こすには相当慎重に推し進める必要があります。太陽王様、おはようございます。太陽様、よく考えれば恐ろしいことだ。お前が老愛かい。しかしある夜私は見てしまった。その瞳を見て愚鈍な私も分かった。私は初めて必要とされている。そしてこが、私は産むぞ。お許しを、お許しを。太后様。でも、そう思っていた。だがそうではない。老愛様、失礼を。はあ、それよりも極秘の報告が。ん、ではならん。は、仰せのままに。だがまあいい。どうして10日も答えが出ないのですか。太后様、しかし関与と、こちらが先手を打てば勝つ、だから急げと言っているのだ。今この場で太后様と老愛様の首をはね。なやめろ、老愛。
様。さっさよ。あから伝令。神か。神。また教会の野郎か。いや、この城は大した城じゃないからこんなもんだけど。それ。つっても目標の炎城は常識じゃ万の軍で攻める城だけど。秦国旧王と楊は咸陽よりさらに北西に150キロ。城内は可汗の儀が執り行われるためにすでに青一色となっている。招いておいて驚くな、将軍君。ええ、いよいよです、母上。おお、中はひんやりするな。さて、第31代秦王、衛星か。おい、ああ、ここの光のせいか、さっきから。おお、大きい。しかし玉印の指令は絶対だ。勝てる。やはり勝てますぞ、狼藉様。大神格の霊廟の御前にて、衛星様は晴れて体験し、大神格に生きるすべての者が喜んでいる。ありがたく。もし